その石碑を私が調べればなんかなる？いやー何もない。ただのだだっ広い何かしらって感じやね。弓を持ってる敵って厄介よね。この辺からさ、この辺からとりあえずあの高台に登ってるやつを弓で撃ち落とすということはできないんだろうか。あ、気づかれたわ。気づかれたみたいなんですけども、よいしょ。あ、大丈夫だった？もうこっちの方向多分ね、関係ないかどうかわからんけど、あれ何？でも何かしらあるよね。ん？ここはここでなんか、魚鳥村じゃねえか。あ、目的地は魚鳥村じゃないんや。なんか別の村に着いてしまった。あ、目的地はまた、やっぱ目的地はゾーラのとこか。ふんふん。なんか新たな村に着いたよ。あれ？フォレストンじゃない？結局またここに。何をうろちょろしてるんだ。ね、君たちすぐ上にさ、すぐ上に、ボコブリの集落があるんだけど狙われないの、ここ。あれ？あれは？は？ぜひとも。よいしょ。仕留めれる？は？うしゃー、落ちた。マックストカゲ。主に深い森に住む希少なトカゲ。栄養価の高い餌を食べ、生命力が非常に強い。薬の材料にするとハートの最大値が大きく上がる。お、いいやん、いいやん。え、ハートの最大値が上がるの？めっちゃ良くない？それ。これを使って薬を作れるということか。これ何？誰？犬？あ、犬か、これは。もうちょっとでやっつけるところだったよ。ねえねえ、知ってる？ヤシのビーチに面白い場所があるんだ。前にディガニーの兄ちゃんと一緒に行ったけどワクワクしたな。遺跡って言ってたかな。お兄ちゃん興味ある？お、遺跡、祠のことかな。あるよ。じゃあ連れてってあげる。ついてきて。マジか。ちょっと待って、これが気になったから。ヤシの実、海辺のヤシの木に実るフルーツ。特別な効果はないが、料理に使うとハートを回復させる効果がある。待てよ。あれ、なんかザリガニじゃね。他のものに目が行くんですけど。早いよ。何、どこなの？何してんの？え、何してたの？こけたの今。なんかこけてつぼあったよ、この子。すごい大変そうね。はぁはぁって言いながら走り寄るけど。早く走ってくれるかな。私、追い抜くよ。あ、これは？リスか？トカゲか？あ、消えた。くそー。狙い撃てばよかったな。この子は何？その遺跡に連れて行ってくれてんだよね。大丈夫？一人で。ちょっと保護者の人とかは。この辺敵とか出てこないの？私が用心棒ってことかな。なんか武器持ってるから、みたいな。あ、なんかあっこに。なんもないんか。気のせいやった。ほら、この辺いかにもなんか敵出てきそうですけど。大丈夫、キズタくん。結構遠いの？別に口頭で教えてくれてもよかったのに。まあ、私みたいなね、方向音痴には助かるけど。え、なに、どこ？もうちょっとだからちゃんとついてきてね。え、なんで今止まったの？え、一休み？まあね、しんどいよね。あ、この辺めっちゃ可愛い花がいっぱい咲いとるやん。この子が一生懸命走り寄るのに余計なことを。お、あれは。くっそ、逃げるか。あ、ごめんね。遅れずについてきてよ。わかったわかった。ちゃんとああいう時待ってくれるんやね。えらいえらい。合コンや牛肉を食おうと思ったのに取れんかったな。ね、日が暮れてきたんじゃない？大丈夫かい？だってこの子さ、この後私をその遺跡に連れて行ったら一人で帰るんじゃないの？大丈夫かい？ここ？ゴール。あれが遺跡だよ。
じゃあね。ありがとう。ヤシの遺跡。ほんとや、遺跡って書いてるね。よし。じゃあちょっと、向かってみるか。あの辺なんか敵いっぱいおることない？ん？鳥なの？あ、人がおる。どうも。一体この先にはなんて書かれていたわいさ。わいさ。リガニ、あ、リガニ兄ちゃんって言ったやつ、この人か。こっちに気づけし。全然気づかんやん。これなんか光よんやけど。なんもならんのかな。ガーディアンとかやったりして。やったら嫌やな。え、ここまで来たはいいけど別に何もないのね。特にこれといって何も。その石碑を私が調べればなんかなる？いやー何もない。はあ、ただのだだっ広い何かしらって感じやね。はっ。よし。今夜は牛肉じゃなく鶏肉になったわ。その辺のザリガニも捕まえたいんだけど。もう弓がないんだな。弓じゃないわ。矢がないんだな。間違えた。あれ、他に矢持ってなかったっけ？はあ、ない。くそー。ちょっとこれ、そーっと近寄っていったりとかしたら。どう？ぶん殴れない、これ。あ、取れた。鎧ガニ。カニの中でも特別に硬い殻を持つ味噌や身に、ん？特別に硬い殻を持つ。味噌や身には体を丈夫にする栄養素があると言われ、調理して食べると防御力が増す効果がある。普通にそっと近づいていって取れるんじゃねえか。やったね。結構回復もするみたいやし。ラッキー。ってことはあれかな。まあ、カニはあれやけど、さすがに、なんか泳いでないあれ。え、確実にあれなんか泳ぎよるって。魚？え、魚？あんな水面に出てくるものだっけ？何あれ、すげえ興味あるんだけど、とりあえず。やっぱり何も入ってないのか。え、何あれ。超泳いでるよね、なんか。敵？敵なの？敵だ。あれも敵？魚？今さっきなんかこの辺に、あ、なんか魚おるって。あれあれ。あのさ、あれじゃない？どこやっけ？違うの、君たちを呼んだんじゃないの。マジかよ、おい。うお。うわ、危険だって、危険だって。危険だってば。それどこまで飛ばせるの？なんかさ、あの森を使ったらさ、魚も取れるんじゃなかったっけ？釣り竿じゃなくてもさ、まあ、釣り竿なんかで取ったことないけど。はぁ、超危険だった。え、てかここまでさ、結構遠かったんやけど、この距離をまた歩いて帰らなきゃいけないのね。あ、あの子供？あれ子供？まだいたの、ここに。ご飯ご飯、ご飯の時間なのね。ずっとあっこにいたのか。てかめっちゃ雨降ってるけどびしょびしょじゃね？ねえ。そんなびしょびしょで帰ってきたらお母さんびっくりするよ。ふぅ、村に着いた着いた。ちゃんと帰ってこれたわ。よかった。よし。そして、シャッと。てや、てや、てや。やったー。お、上毛もの肉。新鮮で上質な動物の肉。なかなか手に入るものではないが、料理に使うと高いハート回復効果がある。イェーイ、やったねー。でもなかなか手に入らないって言っても、あの牛結構見かけたよ。ね。あの牛倒せば上毛もの肉が手に入るってことやろ？超ラッキーやん。よいしょ。なんかすごいな。え、なんかすげー燃えてない？
え、なんか、あ、そこに祠がある。あれ、祠やろ。あれ、違う？多分、祠よね。あっこの上にあるやつ。あっこ目指していこうかな、とりあえず。あー、なんか超平和だ。ヤシの実。ここでちょっと回復道具をいっぱいゲットして。あれ、そうよね。やっぱ祠よね。よし、次の目的地はあそこに設定した私。近くにこうやって回復できる場所もあるし。砂漠？ここの暑さは程よくて気持ちいいね。砂漠の暑さとは大違いだよ。あんたは観光かい？そうです、うん、そうかい。私はね、ここから東の沖にある大きな島、最果ての島って言うんだけどね、私はそこに行きたくてここまで来たんだ。ただ船でもたどり着くのは難しくてね、翼でも生えてないといけそうにないね。最初のサバークって何？挨拶？あ、とりあえずちょっとさ、宿屋で回復しておこっか。完璧に。あ、ここの人はピンピンしてる。眠そうにしてないね。よかったよかった。なんか他の人とかおったりせんのかな。すげえ、なんか半個室っていう感じなんや。すげえっていうか、普通はそうか。ホテルとか行ってもそうよね。いらっしゃい。お泊まり会さ。お客さん長旅でお疲れだろ。普通のベッドなら20ルピー、ふかふかベッドなら40ルピーさ。じゃ普通の方でいいよ。いつまでお休みになるさね。朝まで。それではどうぞ、ゆっくり休んでいくわいさ。おやすみなさい。ぐっすり眠れたかいね。泊まってくれたお客さんは桟橋に止めてあるイカダを自由に使っていいわいさ。また来るさ。おお、やったやん。それでなんかどっか行けたりするんかな。行動範囲広がるね。なんか天気がよろしくないか。めっちゃ曇っとるね。しかも風が強い。桟橋に止めてあるイカダ、あれのことかな。わからんけど。ふう、お、なんか、あんた旅の人かいさ。わしはこの村で漁師をしとるもんなんじゃが、最近近くの漁場を魔物に占拠されて困っとるのさ。荒磯海岸、あそこは良い漁場だったってのに。あんた見たところ強そうじゃし、奴らを退治してくれんかいさ。任せて。それでこそ男じゃ。お前も男じゃねえのか。場所は荒磯海岸。魔物たちは拠点を作って占拠しておる。あとは任せたぞ。その荒磯海岸とは一体、ミニチャレンジ奪われた漁場。荒磯海岸ってどこっすかね。荒磯海岸、荒磯海岸。これか。魚鳥村は漁師の村。ん？漁師じゃねえ、漁師や。漁師の村。漁師さばきは悩んでいた。屈指の工業場、荒磯海岸に魔物たちが拠点を作って占拠してしまったらしい。魔物を退治してさばきを安心させよう。目的地設定。あれ？あれですか？あ、びっくりした。犬か。これっそんどんだけだよ。荒磯海岸、荒磯海岸。あれってことでいいんかな？え、でもあれって。奪われた、あ、これか。ん？これかっていうか、あったんか。それは一体どこから向かうの？こっち？なんか全然違うような気がするな。もしかして、生き死にさ、生き死に見かけたあっちのとこかな？この上？ってことはこっち、一旦ここ出て行った方がいいんかな。あ、あっこのすぐ上にも祠があるよ、祠。あっこ行ってさ、一応、登録してクリアしとけば、いつでも大鳥村に来れるんやない？だってあっこから滑空したらさ、速攻来れるやん。ん？これ場所的にあっとんかな。いや、一応でも、なんか遠ざかって行きよらん？すげえ遠ざかりよるような気がせんでもないけど。というか遠ざかりよるよね。まあ一応ね、一応、うん。え、この崖の上なの？場所がよくわからんぞ。とりあえず出てきたけど、魚鳥村から。
でもまあ漁場って言ったけん海辺ってことか。あ、そっか、今弓ないんや。くそー。これゆっくり近づい、バレた。ゆっくり近づいたら普通に剣とかでもいけるんじゃないかなって思ったけど無理やったね。ほら、こっちの方向からいけるんじゃない？多分。全然海岸がありそうな感じには見えんな。ね。え？崖ですけど。普通にあっちから行った方が早かったかな、もしや。お、なんか生えとる。ハイラルソウ。あ、なんか、ボクブリンがおるぞ。リザルブーメランが壊れそうやけど、お、2匹もおるやないか。ちょ、やめてやめて。せっかく回復したのに、あ、待って待って、ちょい待って。ちょい待ってね。はい、トゲボココンボを。くそう。おいおいおい。なんか後ろからもやってきそうな気が、待ってね。後ろからもやってきそうな気がするから先に回復をさせてくれ。はい、ハイラルソウ。よし。そう。トゲボココンボも壊れない？大丈夫？よし、トゲボコ槍を。もういっぱいか。よし、いっぱいゲットー。ん？あれは、鹿だな。雨まで降ってきたし、ん？こっちの方向か。あ、またしても竜がいるよ。あの竜何なの？そのうち倒せるようになるんかな、あれも。あ、てか雨降ってきたやん、崖登りよるけど、私。登れます？あ、一応登れる。うおー。あ、しかも滑り落ちるときに結構な体力なくなるな。すげえ、こんなところ走ってるんですけど。これ方向合ってんのか？微妙に違うような、うおー。いける？いける？よいしょ。こっちの方角。ちょ、待ってって。パラセール。私まさかあの竜が攻撃してくると思わんかったけんさ。めっちゃびっくりするよね。えへ、ごめんね。よし。おう、上獣肉2つもゲット。トゲボココンボもうすぐ壊れそうなんだけど。でもまああれよね。なんかポン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 さ、武器壊れていくけど、その分、ポン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 武器手に入るけんさ、いいよね。そういうとこいいよね、このゲーム。あ、大丈夫？登れる？あー、滑り落ちるよ。お願い、登らさして。雨やめや。どれぐらい経ったらやむんかな？結構かかるかな？うわぁ。登れねぇ。登らさしてってば。お願い、そこまででいいんだ、そこまでで。とりあえず。あ、くっそ。ちぃ。雨を止んでくれよ。こういうさ、崖を登ろうとしてるときに雨が降ってくるのってすげえ嫌よね。くそ、全然登れる気がしねえ。あの、ちょっとフックショットとか欲しいんやけど。ないの？そういうの。全然登れねえじゃねえか。ちょ、一旦降りて。いつまで降るの、この雨は。寝て起きないと冷めないのか？冷めない？止まないのか？もっともっと、あーとちょっとやったのに。くそー。次こそ。そうそう、その調子。おっしゃー、いけた。イェーイ。ん？今なんかこの辺光おらんかった？気のせいか。気のせいか。てか結構遠い場所なんだな。私こういうミニチャレンジ近くばっかりかと思いよったんやけど。うわぁ、びっくりした。意外と遠い漁場なんだな。あ、壊れた。ちょっと待って。はい、トゲボコ槍。なんだ、もう。やっつけた？あ、ごめんね、エポナ呼んだつもりじゃなかったの。あ、チュチュゼリーが転がり落ちてゆく。なんかいつどこから敵が出てくるかもわからんけん怖いな。あ、びっくりした。牛。
へいへいへい。どう？やっつけた？なんかこういうさ、動物は全然体力が出てこんけんさ、やっつけたんだかやっつけてないんだかよくわからんよね。なんかあれでさ、仕留め損なっとったらこっちがアタックされて終わるわけやん。うわー、なんかさ、霧で全く見えんのやけど、この下って何？川？降りて大丈夫かな？ほら、全く何にも見えんのやけど。いや、見えんすぎやろ。この辺一体何でしょうか？え、この辺一体何でしょうか？森？でもこっちの方角よね、多分。なんか今、奥田っぽいものがおったような気が。せんでもないけど。この辺？え、ここ、海じゃね？ちょ、待って。とりあえず。死ぬんですけど。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。